第16章終わりに人間はがんをはじめとするさまざまな病気にかかって死にますまた健康で長生きしたとしてもいつかは死を迎えますしかし一般には誰もが死にたくないと思っています死にたくない理由は死ぬと人生の楽しみのすべてを失ってしまうからです快適な生活やりがいのある仕事 家族をはじめととすする愛する愛人たちとの交流、おいしい食事楽しい趣味や旅行など人生は楽しみがいっぱいです誰もが病気を治してまた楽しい人生の営みに戻りたいと思っているのですそのために医師や看護師などの医療スタッフは努力しているのですしかし人間はみんながそのように考えているわけではありません 楽しい快適な生活と全く無縁な生活を送っている人もいます自らの怠慢で貧乏になり不自由をしているわけではなく自らの意志で人並みの幸福な生活と縁を切って厳しい生活を送っている人もいるのですその代表格が出家して厳しい仏教の修行に励む人たちですその中でも一番厳しいと思われるのが 天来宗の比叡山で行われている比叡山千日開放行と呼ばれる修行法です千日開放行では毎日深夜の1時から朝の9時まで比叡山の山中を神仏に祈りを捧げながら歩き回るのです初めのうちは一晩に約 30km 歩きますが日が経つにつれてその距離は増え最後には 一晩に約を歩かなななければならなくなります歩くのは舗装されたアスファルト道路でもなければ平坦なトラックでもありません獣道としか言いようのない岩だらけの山道を真冬の雪道でも素足にわらじ一つで小走りに近い速度で歩くのですしかも就寝は夜8時で気象は 夜の11時という3時間睡眠の生活を送らなければなりません。1000日間の歩行距離は3万 8400km に及びます。この距離は地球を一周する4万 km に近い距離です。そして一度この修行を始めた以上、幸福さと言って途中で行を中断することはできません。このため、行者は、 山中を歩く時は常に探検を携帯し途中で行をやめた時は自害自殺しなければならないという不分立暗黙の約束がありますさらに修行を始めてから700日経つと道入りという荒行に入りますこれは無道自他に妙王道にこもり9日間の断食食事を食べない断水水を飲まない断食を塩をしよう 取らない不眠、眠らない、不が、ずっと座っていて横にならない、の行を行うのです。この間、ひたすら座して、不動明王の真言、のうまく3万だバザラダン千団、ンンマカロシャだ、ソワタヤ、うんたらたカンマン等を10万遍唱えるのです。明王堂から出られるのは、1日1回、深夜の2時に、仏に捧げるミスを取りに行く時だけです。比叡山の僧たちによると、 9日間というのは、人間が飲まず、食わず、熱で生きられる限界の日数であるとのことです。7日目頃になると、死臭が漂い、死範まで現れるといいます。まさに、命がけで、死と隣り合わせの修行といえます。千日解放行を終了したとき、その僧は、大アジャリと呼ばれるようになります。江戸時代より現代に至るまで、 この行に挑んで大あヤゃりになれた僧は46人でそのうち戦後では11人しかいないそうですもはや自分探しなどという生優しい言葉では表現できませんどうして何の意味があってこのような修行に挑戦するのでしょうかという問いを発するのも無意味で愚かに思えるほど厳しい修行ですただただこのような 過酷な修行を行う人が存在するという事実に、どうもく、驚いて感心するするのみです。最近の日本人は、科学文明の恩恵や、幸運な軍事バランスの均衡によって保たれている平和のせいもあって、随分脆弱かつ贅沢になっています。医療現場でも、患者の権利ばかりが強調されるようになり、病人は、最近は、 ついに患者様と呼ばれる偉い存在になってしまいました。そして、医師や病院や国に対して、ああせよ、こうせよと要求するようになりました。このような要求は、自由で平等な民主主義の国家では、当然の権利であると考えられています。しかし、私は、自由、平ら、民主主義は全て幻想であり、虚構論理であると思います。 人間は、生来カルマに縛られており、本来自由な存在ではないと思います。また、何でも自由ということでは、円満な社会生活は営めなくなります。また、すべての人間が平等などということは、現実に可能でしょうか。民主主義の原則は多数決ですが、多数意見は、すべて正しいな,な,などという、馬鹿げたことは、 ああるはずがありません病気は本来すべて自己責任であり治すのも自己自身であるという原則は永遠に変わることはありません自分自身で治す努力をしなければ実は人間の成長に何ら実益はないのです目に見えない素晴らしい悟り世界を目指して黙々と毎日山中の神仏に祈りを捧げて歩く 千日解放業者の純粋な弓道の心を思い浮かべて修行のような心積もりで病気治療の行に励むことこそ真の癒しに到達する道であると思います。最後に人間は一体どのように生きたらいいのかについては昔から難しい宗教や哲学がさまざまな考え方を展開しています。ごく普通の人間である私たちは そのあまりの多様性に幻惑されてしまい、哲学や宗教というと、何か遠いよその世界のことのように感じがちです。しかし、それほど難しく考える必要はありません。私は、常日頃、宮沢賢治の「雨にも負けず」の死のように生きるのが一番いいのだと考えています。彼の童話の印象から、宮沢賢治を、 個人的な幻想世界に閉じこもっている詩人と錯覚してはいけません。宮沢賢治は仏教経典の法華経を深く信じ、その法華経の世界を童話や詩に表現し、さらにその教えを実践した人なのです。ここに「雨にも負けず」の詩を記して終わりにしたいと思います。11月3日、雨にも負けず。雨にも負けず、風にも負けず。 雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく、決して、死んだず、いつも静かに笑っている。1日に、玄米4号と、味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを、自分を感情に入れず、よく見聞きし、わかり、そして忘れず、ノバルの松の林の陰の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれ、 は行って看病してやり西に疲れた母あれば行ってその稲の束を追い南に死にそうな人あれば行って怖がらなくてもいいと言い北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言い日照りの時は涙を流し寒さの夏はおろおろ歩きみんなにデクノボウと呼ばれ褒められもせず苦にもされず そういういいものに私はなりたいここで寒さの夏と言っているのはしばしば東北地方を夏に襲う例外を指しこのような年は必ず強作や飢饉となるのです。